はい、今日は概ね天気がいいみたいですね。いやー、昨日月曜日大変やったね。朝からもう電話が鳴りやみません。駆け込み注文ってやつ、それとなんか商品の追加変更、届け日の変更等々です。はい、昨日の特注品、なんとかできたみたいよね。よかったよかった。でかいから緊張するよね、ほんまに。5章と2章セットでした。素晴らしい、イエーイ。はい、箱詰めします。まずレインコート、水しみると困るんで、宅配屋はいろんな、そう、いっぺん水しみたってちょっとクレームがあって、そう、横これね、直接服入れると開いたときに、そう、剥離してしまう、鼻先持ちになってしまう、あんまり密閉させるとダメですね。若干隙間ないとダメ、だからこういう裸のお餅を発送するのはなかなか難しい。これはちょっと難しい。で、ドンとドンと乗せて上から包装紙で包む。一個ずつやらんと無理。上からかぶせて包み込む。なかなか難しいやろ。そして箱の中で下に折り込んでいく感じ。そうそう、でかい。で、次、上、山頂の上、山頂は上は、あ、五章の上かは楽よ。向こうにいろんなもの入れない。そう、クッション持ってく、クッションで入れる。よし、はい、こんな感じで詰めて、あとはクッション、いや、クッション詰めます。はい、なかなかの代物よ。はい、あと3つ頑張ってね。さて、詰め物していきますよ。
需品完成しました。いい、よし、三条が可愛らしく見える包んだもんね。あ、今一応詰め物はするわ。はい、はい、特注品完成しました。イエイ。はい、黒の杖作りましたよ。5章3つ、2章1個、特注品でござる。素晴らしい。おい、大雪の間溜まっとったな、危なかった。これ拭いたら大変やつや。結構溜まっとったな。やばいやばい。雪と一緒に米ぬかで交番真っ白になるわ。配達員に渡す不在表を切っています。ご在宅してない場合はこの不在表を入れていきますね。なかなかですよ。電話がじゃんじゃんかかってきますからね。今からちょっと買い物行きたいんだけどとか、ね、なかなか来ないよとか、もうその電話の嵐ですわ。まあ、それを少しでも軽減するためのツールなんですけどね。これを玄関に入れて、で配達員の電話番号も一応書いてあるんで、近く走ってるんで、それでかけてくださいという作戦でございますわ。ねえ、ですよ。本当にありとあらゆることが準備しとかないと後々大変です。はい、皆さんお家にいてくださいね。はい、少し早めにオープンしました。今日はつきたて餅をフリーでお店で販売しています。ほか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 、柔らかい、ぷよぷよ。皆さんぜひ食べてみてください。これ買って車の中で我慢できずに開いて食べ始めて、家着いた頃には空になってまた買いに来るというね、それぐらいのインパクトのある美味しいお餅でございます。皆さんお近くの人はぜひ林農産でつきたて餅をご賞味ください。イエーイ。おー、ファンの方からまたみかんが届きました。ありがとうございます。いつもいつも本当に、今年不作だというのにこんな気使わなくてもいいのに。はい、ありがとうございます。
はい、徐々にお正月モードに入っていってますね。今日もたくさん売れましたね。つきたてもね、かなりフリーでも売ったので頑張りましたね。明日もご来店の方にはこの林さん家のミルキークイーンプレゼントがございますので、ね、ぜひ来ていただければと思います。で、明日からじゃんじゃんこの来店分の伝票もごっそり増えてきまして、配達もすごく増えてます。まだ残業して、明日の発送の準備をしてますが、私もどんどん朝がつきたての作業時間が、過去のためにどんどん朝が早くなってきますので、今日は早めに帰りたいと思います。30日は2時半作業開始ですからね、2時半って朝って感じですけど、体力を温存しながらね、頑張っていきたいと思います。イエーイ。